あ、下台心としても高2の最後の方だったんで、なんか普通無理でしょと思ってみんななんかそんな目指してね、難浪とかしてるけど、その辺は現実的に見ちゃいます。バランサーすごいな、ちゃんと。でも観察力がすごいんだろうな。なんか僕の父親とかは、なんか今なんかパソコンとかそういうなんか仕事して、確かあんま詳しく知らないですけど、なんか時計のデザイナー昔やってて、腕時計の、知らない、ミスチルのツアーグッズ作ったとか言って自慢してたんですけど、なんかそういえば小学生の時とか確かに腕時計のなんかやってたなと思って、なんでやめたのって聞いたら、いや腕時計これからもう売れないでしょつって、だからやめたって聞いて、血だなと思いました。見る目がね、確かに。でもまあうまかったなと思って。そうだよね、携帯にあったら腕時計あんまつけないもんね。そうですね、絶対売れなくなってますよね。そうだね、そうかもそうかも。でもここまでさ、ディスるの上手い人ってさ、実はあれなんだよね、人のこと褒めるのも上手いんだよね。もっちゃ褒めてもらっていいですか。褒められたことあったっけな、それは。なんて書いてあるんですか、手には。あ、ワンラブって書いてあってあります。それどういう意図で入れたんですか。まあ、ボブマーリーの歌で。ディスりそうだ。あー、いいですね。やっぱ自分の好きなものをこうやって入れてるの素晴らしいですね。僕も昆虫が好きで。昆虫？昆虫が好きで、クワガタとガノーリン。面白い、面白い。そういうなんか。これどうしたの？買いました。あ、そう、売ってんの？こういうの。パクッととかじゃないです。へー。そういう意図のあれじゃなかったよ。いや、なんか言われたんですよ、この前あの病院で髪切ってたら、レイバンのサングラス持ってたんですよ。そう、ヨハゼン君これいいねっつって、どっか持ってきたのっつって。あれ、あそこの店長がおかしい。万引きしそうだもんね。面白い。え、それクワガタ？クワガタです。へー。だからなんかいいですね。そうやって自分のやっぱ慣れてないね、やっぱり。やめよう。俺全然ダメだと思う。あんま人褒めないですね。褒められた記憶がないです。そんなことないね。そうなの。褒められない。逆に褒めるの上手い人みたいだね。あのグサッっていうこと言うよね。だからやっぱ分かってるんだよね、その人の本髄の、あのここのを褒めてもらいたいなとか、っていうところを掴んだらそこ褒めるし、逆に言われたくないなっていうところブスっていくしね。彼のブスっていくからね、完全に。今ね、完全にね、彼のね、あれ、脳波に、ね、引きずられてるんだよ。冷静に見ちゃってね。大事ないよ、一歩引いてみる。引きすぎもね、良くないってね、あの、年取ると気づくから大丈夫だ。深い。そう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 。面白いな。ちょっと第4部なので、はい、やることをやってから、やることやってから、あったね、また話そう。次回のですね、6月の14日に次のお友達を紹介してもらいたいなと思うのですが、仕方ないですね。いいですか？はい。顔いっぱいのせてくるとか。背中二股クワガタ。マジで。電話かければいいですか、ね。あ、お願いします。はい。これなんかスピーカーとかにした方がいいんですか。あ、スピーカーだと嬉しいかもです。どんな人？まあ、今ニートやってるのかな。ニートさんですね。一個上。もしもし。はい、もしもし。こんにちは。こんにちは。山井泉です。はいはい。どうも。どうも。高野湊さんですか。はい、高野です。ああ、どうもどうも。はいはい、これな、何言えばいいですか。次のね、どういう日、あ、6月14日の火曜日に、はい、6月14日の火曜日に来ていただけるかな。早いよ、どこにどこに。新宿のラルーシュっていうスタジオに動画を撮られるに来ていただけますか。せーの。6月の14日に新宿ラルーシュに、やりましょうか。なんてラジオでしたっけ。カオスの壺という番組をやってるんですけども、はい、それに出演していただくことはできますでしょうか。そういうこと、そういうこと。納得したみたいな。あの、すいません、あの、これなんでですか。いやー、ね、今放送中です。
放送中です。ユーストリームで放送中なんですけども。あ、そうなんですか。そうなんです。受賞されましたよ。受賞。下手なこと言えないですね、これ。はい。とりあえず言ってるよね。とりあえず来てもらえるってことで大丈夫ですかね。ちょっと何するかが全く分かってないんですけど、とりあえず。え、聞いてないの？これ行くって言わないと終わらないんですか、これ。まあ、それはそうです。はい。なんかボードゲームについて喋ってください。ボードゲーム？受賞？ボードゲーム？バトルラインのこととか。まあそんな感じで好きですよ、ね、ボードゲーム好きですよ、ね、好きなことの話してください。何でもいいんで、はい、夜8時に待ってます。夜8時に、はい、お願いします。待ってます。お願いします。はい、じゃあ切ります。すごい圧だね。いやいやいや、ボードゲーム職人、ボードゲーム職人。違う違う、ニート、ボードゲームが好きなニート。僕が最近ハマってるボードゲームがあって、おバトルラインっていう、なんかバトルライン、まあ簡単に言うと、なんかピンが7個並んでて、まあ、カードを並べてって役を作って、ピンを3つ並べて取るか、全部で5本取ったら勝ちっていうゲームなんですけど、陣取りポーカー。それをなんか言ったら、彼も面白いよねって言ってきて、やってんだと思って、まあ辻村から聞いたら、まあ、すごいボードゲームが好きらしい。おおおおおお。まあボードゲームについて話すかは知らないですけど、まあでもすごい無茶ぶりなんだね。あ、でもこだわりを持った方だと思う。なるほどなるほど。いくつなの？一個23かな。23。あ、何友達なのそれで？何友達？どこで会ったの？なんかあった。ダークソウルっていうゲーム一緒にやってました。全然。ダークソウル？俺もあんまり仲良くないからわかんない。まあ本当のところは、まあ、まあそこは詳しく聞いて、本人に聞けばいいですね。僕はその人のこと嫌いなんで。あ、そうなの？ちょっと待って。そうなんですね。まあ、じゃあ楽しみにしてますよ。ボードゲームで分かりました。そしたら、じゃあシャマさんの、はい、マイカオスを。カオスとは、マイカオスってなんですか。まあカオスとはだよね。君にとってのカオスをここに書いていただいて、なんかここに一言と名前。そう。別になんか思っ、これ本当、うん、混沌としてんなみたいな。そう書いていただいて、最後くるくるって丸めてもらってここに入れてもらいたいんです。はい。ね、いやすごいな。見ない。俺は見ない。なんか ね、年末でしたっけ？そう。なんかカオス品評会みたいな。そうそうそう、全部壺の中身を開けて。今日話したこととかに別に関係なくてもいいですよ。全然いいよ。全然いいよ。丸めました。丸めてもらって、これで止めていただいて。はい。あ、そういえば言っていいの？できました。はい、でここに入れていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ドキュメンタリー映画とか好きすごい好きです。おっと、おドキュメンタリー映画とか好きなんだって。好きなの？好きなの、なんかいいのあります？今度7月16日から公開の、はい、エイミーワインハウス。エイミーワインハウス見たい。ちょっと本当に好きな映画はファイトクラブ。エイミーワインハウスのドキュメンタリーがやるということで、まあ、彼女いっぱいタトゥーを入れてるんですけども、なんかタトゥーのコラボでオフィシャルで、あ、作品モチーフの、そうですね、彼女が入れてたタトゥーを、おー、すごいですね、おっぱい出てて。そうですね。ルーシュがタイアップすることになったので、ぜひ見てください。ます、よろしくお願いします。なんか緩いな。なんか面白そうだって。でもてかストーリーとかはどういう感じなんですか？なんか本当になんかドキュメンタリーみたいで、なんかその生きてる間にその撮ったのを全部こうつないであれするしてる。俺もそんな詳しくないの。フランク、ああ、もう死んじゃった人なんですね。そう、レディー・ガガ、ジャスティン・ビーバー、アデルら多くのミュージシャンたちにリスペクトされ、
こりゃすごい人ですね。ドキュメンタリーは好きじゃないです。でもせっかく機会だからね。でもね、女の子とかはね、結構なんか強い女の人のちょっとこうイメージがね、彼女はありますしね。ちょっとこう刹那的な雰囲気もあるんじゃないでしょうか。刹那的。ね。シャマだ。これあんまり映画にマイナスになるようなことは言わない方がいいです。そうだね。敵対意識はないじゃん。最後じゃあツボにサインをしていただいて、はい、ボソボソ言ってる。どこでも好きなところに。俺は大好き。サインをしていただいて。マッドマックスも女性が強い映画だった。うんうんうん、そこで。あお。あざーす。狙ってたね。シャーマン。ここに入ってサインしたの初めてですよ。ここ穴開いてたんだね、むしろね。貫通させてやりました。そうでね、ちゃんとありがとうございます。いや、なんか淡々と進んでいったな、今日は。面白いね。へー、なんかみんなやっぱ一つのテーマについてこう喋ってくるんじゃないですか。うん、まあそうかな、割とね。テーマ出さなかったもんね。そうそう、まあ前回もそうだけど、どちらかというとなんか悪が強いから。なんかチラッと見ましたね、なんか凡人って書いたフリップ出して、うん、あ、そう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 、あれは凡人難しかったね。凡人って何だと思う？凡人ですか、うん、つまんないやつです。そこの線引きはっきりしてるからそうだね。友達になりたくないで、うん、臭いやつ。いやいや、つまんないじゃないですか、友達になっても凡人だったら。凡人ね。で、凡人って探すとさあ、でも自分目線であれか。いや、日芸で役所とかやってるやつは凡人です。サイン。あながち間違っちゃう。自分が嫌いだから演技してるからね、あの人たちは。あ、そういうこと。自分がに気に入ってないから何かの役についてるんだと思います。自分に自信がある人はアイドルになるし、まあ、彼の日芸の友達で役者を目指してるやつで仲いいやつとかもいるんですけどね。いつも説教してんの。いや、ちょっと見たらかわいそうかなと思って。彼をディスってるわけとかではない。そうだね、そういうことで。そこはね、彼と一緒に映画行く様子だからね。そいつは面白いやつなんですけど。なるほど。まあ、なんですかね。ようやく中野のルノアールとかで演劇について語るような。いるねー。もう、そうは。中央線沿線の喫茶店行けば、あ、あの人役者だなってすごい分かる。おー、なるほどね。何事がもなかったように。なるほど、なるほど。おはようございます。おはようございます。おはようございます。でもああいう人って置いたのです、中止半。辻村です。やはずみです。ちょっとね、番組についてて、まあまあまあ、そういう感じってさ、何について喋ってんだろうね。やっぱ自分の演劇論とかメゾンド演劇か。俺論みたいなのはあるの。僕のですか。まあでもさっきのあれは、最近のなんですかね、やっぱ足し算でおしゃれするやつはダサいっていう。ファイトクラブを見れば彼がどういう男か分かると思います。それって何歳ぐらいから揺るぎないの。いや、でもファイトクラブ見たのは、うん、ちゃんと見たのは 2,3 年前とか、ね、なんか見たことはあったんですけど、やっぱ19、20くらいで見たときに、まあ、その3年、2、3年前にもうなんかガツンと来たんですよ。でも出会ったのそれより前なんですけど、おそらくその時から面白かったですよ。なんで出会ったのか未だにちょっと思い、ちゃんとしたものが思い出せないですけど、俺も高校も違うし学校も全く違うのに、大学全く違うのに、なんか気づいたら仲良くなってて、なんかバンドをやってたんですけど高校の時に。あ、ほいほいほい。それでなんかそのまあ同年代のバンドがいっぱいいて、その中の友達の友達つながり、マイミクのマイミクはマイミクみたいな。そうですね、ミクシーやってました。ミクシー、その頃はミクシー、あの時はミクシーやってました。ツイッターじゃなかった。そうですね、ツイッターもやってたかな。超拡大してる。なるほど、なるほど、面白いな。ツイッター中2で始めた。そういう時代。そうか、2008年と。それがまだ中学生か。そりゃそうですよね、スーパージェネレーションギャップ。終わりですか。おい、いや面白いな。終わっちゃったよ。終わっちゃったんですか。